mano derecha. はい、こんにちは。今回は軽量級ながら強打で相手を破壊する世界王者を紹介いたします。IBF 世界フライ級王座、 IBF と WBO 世界スーパーフライ級王座の2階級を制覇したマーク・ジョンソンは、長谷川選手を破って日本でもおなじみのフェルナンド・モンティエルと戦いました。アメリカ人としては珍しい軽量級ボクサーでしたが、スピードとテクニックに秀でたボクサーで、当時 WBO 世界スーパーフライ級王者で無敗だったモンティエルを破りました。1996年5月、ダニー・ロメロが返上して空位になった IBF 世界フライ級王座決定戦を、ジョンソンはフランシスコ・テヘドールと争いました。前王者ロメロがジョンソンとの対戦を避けていたため、なかなか挑戦する機会がなかった鬱憤を晴らすがごとく、王座決定戦では初回91秒で試合を終わらせました。日本では馴染みがなく、あまり知られていなかったジョンソンですが、テクニックだけの王者ではなく、めちゃくちゃパンチ力もあり、トゥーシャープと呼ばれた鋭い拳で対戦者を破壊していきました。WBA 世界フライ級暫定王者ルイス・コンセプションは、2010年10月に3度目の防衛戦にタイ人デン・カオセンを迎えました。デン・カオセンは日本で坂田選手や亀田大輝選手を破った実力者ですが、王者は初回から強打を爆発させダウンを奪っていきました。WBA 世界フライ級王者ルイス・コンセプションにエルナン・マルケスが挑戦しましたが、王者コンセプションの強打が初回から炸裂し、マルケスは吹っ飛ばされダウンを喫しました。王者コンセプションはここまで22勝17 KO 1敗の戦績で、デン・カオフェンだけでなく新田選手を破ったことがあるノエル・アラン・ブレッドーも1ラウンドで KO したハードパンチャーですが、マルケスも29勝22 KO 2敗とハードパンチャーで、サウスポーからの左パンチでダウンを奪い返しました。ダウンを奪われた王者コンセプションは、ダウンを奪われても闘争本能が旺盛なパナマ人で、被弾することを全く恐れないので、序盤から激しい打ち合いになり、第3ラウンドに最強挑戦者にまたもやダウンを奪われました。2度ダウンを奪われた王者コンセプションは、元世界王者のアラン・ブレッドとデン・カオフェンを1ラウンドで KO した自信からか、一層激しく襲いかかりますが、マルケスの強打に迎え撃たれ、サウスポーからの左ストレートをたびたび被弾し、
第10ラウンドに焦って前に出るところにカウンターを合わされ、この試合3度目のダウンを喫しました。誇り高い王者コンセプションは3度ダウンを奪われても KO を狙って前進しましたが、第11ラウンドにレフリーが王者の腫れ上がった左目の状態を見て試合を中断しました。コンセプションから世界王座を奪取したマルケスは2度目の防衛戦で前王者コンセプションと再び相まみえました。半年前の戦い同様、コンセプションは初回から襲いかかりましたが、王者マルケスも応戦し左を合わせていきなりダウンを奪いました。地元メキシコの大声援を受け、王者マルケスは一気に攻め、タイソン・マルケスの異名は伊達ではなく、立て続けにダウンを奪って2度目の防衛戦を1ラウンドで終わらせました。2012年12月、WBA 世界フライ級王者タイソン・マルケスは、WBO 世界フライ級王者ブライアン・ビロリアと統一戦を行いました。ハワイ出身の WBO 王者のビロリアは、アマチュア時代にノニト・ドネアを破ってシドニーオリンピックにアメリカ代表として出場した経験があり、プロ入り後は、KO を量産してライトフライ級とフライ級との2階級で世界王者になり、ハワイアンパンチと呼ばれる強打を振るい、序盤からマルケスと打ち合いを演じ、初回右フックを合わせてダウンを奪いました。WBO 王者のビロリアはダウンを奪った後も攻め立て、試合はビロリアのペースになったのですが、第5ラウンドにタイソン・マルケスの右フックが炸裂し、ここぞとばかりに30発以上のパンチを振るい、 WBO 王者ビロリアは必死にパンチから逃れようとしたところで、マルケスの左がヒットして倒れました。再会後、タイソン・マルケスはなおも襲いかかり、ロープに詰めて50発以上のパンチを繰り出しましたが、ビロリアはなんとか耐え、逆襲に転じ、強烈な右ストレートでダウンを奪いました。ダウンしても諦めないタイソン・マルケスは猛反撃を何度も敢行し、 WBA 王者ビロリアを何度か追い詰めました。しかし第10ラウンド、タイソン・マルケスの連打を耐え抜いた WBO 王者ビロリアはハワイアンパンチを炸裂させ、この試合3度目のダウンを奪いました。WBA 王者タイソン・マルケスはそれでも諦めず立ち上がりましたが、ビロリアの連打の中、セコンドが両雄の激闘に終止符を打ちました。ブライアン・ビロリア。マルケスから奪った王座をエストラーダに敗れて陥落したビロリアは、2015年10月、WBC 世界フライ級王者ロマゴンの愛称でおなじみの
ローマン・ゴンサレスに挑戦しましたが、第3ラウンド右ショートを被弾しダウンを喫しました。ロマゴンは10歳でボクシングを始め、12歳の時にニカラグアの英雄アルゲロから特別指導を受け、アマチュアで87戦、そしてプロで43戦、合計130戦全勝の怪物王者でした。ロマゴンのボクシングはパンチのパワーや攻撃力はずば抜けて高く、柔らかい体を使ったダッキングやウィービング、そして的確なブロッキングなど防御も超一流で、防御から攻撃にスムーズにつなげ、一旦攻撃に入ると強いパンチを連続で放ち、確実に相手にダメージを与え、最後は破壊するのです。WBA 世界スーパーフライ級王者カオサイ・ギャラクシーは3度目の防衛戦にエドガー・モンセラットを迎えました。もともとムエタイの選手であったカオサイはパンチ力がずば抜けていたのでボクサーに転向し、その強打で27勝のうち24の KO 勝利を築きました。多くの対戦相手はカオサイのとてつもないパワーと強打に絶望し後ずさりし、中には戦意喪失したボクサーもいたのですが、パラマからやってきた長身のモンフェラットは初回から果敢に王者カオサイを攻め立てました。第2ラウンド、モンフェラットは初回に続いて積極的に攻めますが、カオサイのたった一発の左で崩れました。ソウルオリンピックで銀メダルに輝いたマイケル・カルバハルはプロ入り後、軽量級とは思えない破格のパンチ力で49勝のうち33もの KO を築き上げました。クールな風貌、シャープで好戦的なファイトスタイル、そして良きライバルに恵まれ、カルバハルは軽量級で初めての100万ドルファイターになりました。カルバハルは小さな石の拳と呼ばれ、特に右のパンチは強烈で、再三一発で相手をなぎ倒しました。